成り上がりギャング加藤類参戦。自分の仲間たちとこう夢の話とかして、絶対俺は成り上がるからみたいな話をしてて、仲間たちと交わした約束。懲役入ってる仲間が、まあ、何人かいて、自分の仲間は今ラッパーやってて、まあお互い道は違うけど気持ちは一緒なんで、仲間と共に成り上がる。格闘技で成り上がって、格闘技で稼いでビッグになって仲間を迎えたい。そしてギャングを迎え撃つのはこの男。このパワーを技術で殺したのかなと思ってます。戦うシングルファーザー吉田仁。ほんまに当たり前じゃない状態で今協力してもらって格闘技できてるんで、結果を出し恩返しがしたい。 K1 アマチュアにこう出ていったんですけど、全日本で優勝するっていうのがまず目標になってたんで練習してたんですけど、こう負けたりとか、まあ、勝ったりとかの繰り返しで、一度拳を交えた相手に踏み台にされ挫折を味わった。でとりあえずそこでももっとこう格闘技にもっと集中していこうかなっていう気合が入ってます。急に呼び出して初めてリングに上がった試合ではバチバチにかまして試合勝って、もうすごく嬉しくて、仲間もこうやって応援してくれて、もう喧嘩してる時の感情とリングに上がってる感情が全く違くて、その感情が格闘技の道へと引きずり込んだ。もうちっちゃい頃から気持ちだけは強かったんで、技術は関係ないと自分なりのスタイルで貫き通します。まあ、勢いはあるんですけど、まあ、そのスピードやったり技術やったりで、まあ、上回ってると思ってるんで、その技術の差を見せてしっかり倒したいなと思います。自分はこの団体の顔になれるように頑張って、まあ、自分と同じ思いしてるやつとか、こういうやつらになんかいいマインドを与えられるように自分も頑張ります。感動を与えれるような試合をして、格闘技界を盛り上げるようなパパであり格闘家になりたい。パンチとか結構強いし、すごくゴリゴリというような選手だと思うけど、まあ俺とリングに上がればこんなパンチも当たらずに、まあ、絶対押せると思うから覚悟しておきたい。加藤類バトル吉田仁。それでは選手をご紹介いたします。そうですよね、青コーナー強いね、この戦うシングルファー若いですね、20代前半、吉田仁。22歳の吉田仁です。シングルファーザーですね。対します赤コーナー成り上がりギャング、加藤類。めちゃくちゃ雰囲気あるです。ラッパーみたいな感じしますよ、加藤類です。この試合はただこの試合に関しましては、コーチ CEO 吉田仁が身長180センチ、そして一方加藤類が163センチですから、17センチの身長差があるという、同じ階級でありますけれどもね、セームシュルト見てるような感じになってますよね。ほんまですね、すごいな、こんな身長高い。ただプロとしての実績があるのは画面左の加藤類の方です。いや、面白い試合になりそうですね。そうですね、さあこの2人の戦いはキックボクシングで争われます。まずはミドルキックを放っていった、軸足を蹴っていったのは加藤類です。最初に蹴りを見せたのは吉田仁の方であります。さあそして左のローキック突っ込んでいきます加藤です。ミラッ、ミドフック浴びせていく、右左、パンチ重いわ、ライズ、左しかし右だ、右が入った、なんとプロ MMA ファイターを破ったぞ、戦うシングルファーザー吉田仁。一瞬のうわー、辛いわ。いや、今の一瞬で終わりましたけれどもね、また糸井さん、 KO シーンが見られましたね、いかがですか。どうでしょう、マイクの、はい、興奮しましたか。こんな間近で見れるのはね、なかなかないんですけど、そうですね、強い。しかも大佐さん、はい、相手はディープに参戦しているプロファイターです。そうですね、最初のなんか試合始まった瞬間結構いくかなと思ったんですけど、やっぱこういうのが課題の大事というか、打ち引きさせて5秒を変えるっていうのが KO 勝ちの表された試合勝者、そうですね、青コーナー、いや、これは吉田仁。これが
またこんなドラマが成り上がりで生まれましたよ。いやーかっこいい、ショットル父ちゃんかっこいいですね。サンサーのお子さんね、きっとそれでは勝利いたしました、今ってると思いますからね、ぜひかっこいいお父さんの姿をこれから見せていただきたいと思いますが、いやでも加藤瑠衣にもちょっとチャンスを与えたいというか、もう一回見たいですね。そうですね、はい、この試合もう一回見たいですね、はい、個人的には、はい。まあ、特に仲間のテルがですね今日勝ったということもありまして、 そう、そういう意味ではバトンをねうまく繋がれた形だった加藤瑠衣なんですけれどもね、はい、面白かった、立ち上がりは瑠衣かなと思ったんですね。吉田選手一言お願いします。それでは吉田です。いやありがとうございました。いや結構緊張したんですけど倒せてよかったです。まだまだこれから成り上がるために練習も続けてしっかり練習しようと思うんで、これからも応援お願いします。ありがとうございました。まあ、これ間違いなくコーチ EO、はい、自信になったと思いますが、いやこれは花ありますよ、選手退場、こういうところでこういう勝ち方できるっていう選手はね、はい、やっぱりすごいですよ。星野さん、はい、オーディションでのスパーリングではですね、はい、KO してましたからね。そうなんですよ、でね結構周りの友達にも先日関西の原口家のジムの出稽古だった時に、はい、結構下馬評だとやっぱり相手の選手なのが悔しいって、うん、ずっと練習してたみたいなんで、なんか良かったですね。そうですね、はい、まあ、本人もいい相手を当ててもらったと思っている、そう話して今回の試合に臨みましたから、まあ、この結果をね、しっかりと残しまして、はい、ここから先どういった成り上がり方を見せるのか、そして次の相手誰になるのか、はい、ね、これも運営としても楽しみなんじゃないですか。そうですね、ね、はい、吉田陣戦うシングファーザー、見事プロ相手に勝利を収めています。しかもノックアウト勝利を収めています。さあそれではですね、この後の試合に続くわけですけれども、ちょっと後半戦コーチ CEO、はい、いやなかなかドラマティックな展開になってますね。やっぱり 見応えある試合が増えてきました。ただいまに会場内では20分の休憩といたします。会場内20分の休憩といたします。来てよかったです。19時15分より試合を再開いたします。テレビしか見てなかったです。そっか、間近で見させていただいて、はい、初めてですか。もう初めてです。生で見るのはこんなところで見させてもらって、ましてやハイレベルな、はい、ここからハイレベルな戦いなんで、はい、そうですね、めちゃくちゃ興奮しましたね、はい。